中ですえー、今日今朝方だったかなえ眞、ー、子様のご結婚についてえー、まあ報道がありました、えー、僕はあの以前から言ってるように眞子さまの結婚っていうのは僕はあの普通に賛成なんですねあのまあそれちょっと今日これからお話ししたいと思うんですけどもうんと なんていうか皇族だからとか、えー、こう背景が何たらかんたらとかそんなこと言い出したら僕結婚できないと思うんですよね。老婆の,の休日とか何のために、まあ、僕はいろんなことをこう、ね、写真とかの展示とかいろんなことをやってきた人間なんですけどもとなんでそういったあの映画とかラブロマンスとか小説とかそういったものがあるかっていうと眞子さまみたいな人のために。 存在してるんですよ、ね、いわゆるプリンセス系の人たち。であの結構こう反対してる人たちってまあやっかみや妬みやひがみとかっていうのもあるかと思うんですけれども、うん、とやっぱり昔ながらのこう考え方こうルールがある結婚にはルールがある挨拶があるとかこう儀式がある。 うん、土地土地によってこうね、えー、ルールがあるんだよとか、えー、お婿に行くお嫁に行くそこの家のしきたりがあるとかそういったことをいろいろどこの世界でも映画でも、えー、古今東西っていうんですかねそういうのはあると思うんですけれども、うん、と僕はね、えー、そういうのね全くね、あのーまあ、考えなくていいと思ってます。うんとまあ、自分の結婚の時,の時とかそうだったんですけれども。 あのまあ、恋愛のこれねあの結婚に限らずなんですよその前段階今あのここにちょっといくつか見出し書きましたけれども、うん、と今、えー、最近昨今のこう婚活ってあるじゃないですかこう会員登録とかしていろんな人であったりとかいろいろこうあったりとかっていうのがあると思うんですけどもあれって僕ねあの まあそれで結婚された方もいらっしゃって、当然それでね、幸せになられてる方もいる。だけど、その後とかっていうのがあんまり皆さん知られてないんじゃないかなと僕は思うんですね。そういう婚活とかで結婚した人っていうのは、諸条件、さまざまなルックスがいい、お金がいい、学歴がある、えー、いいお仕事をしているとか、そういった背景から入ってく人たちっていうのは、 やっぱりね、生涯にわたってねそこにこだわり続けるだから例えば結婚して子供が生まれたら子供もその道に沿っていくように育てようとするでそれにそぐわないと子供たちが、えー、苦しい立場になって道を逸れていってしまうそんな不うなこともありえるだから、うん、と僕はそういった婚活っていうのはね僕はね本当はやめた方がいいと思う 一番いいのはやっぱりその恋愛なんですけれどもただ、うん、と恋愛っていうのはこう普段ねうんとね気づいてないと思うんですよね僕はね、うんとまあ、僕なんかねあのお前は恵まれてるからいいじゃねえかとかっていう、そういう話になっちゃうかもしれないんですけどもだけどあの恵まれてるかどうかじゃなくて恵まれてるようにするかどうかっていうところが僕重要だと思うんですね例えば、 人が生きていく上で、あの、僕なんかあの、ちょっと病的なんですけども、女の子がいないと死んでしまうタイプの男なので、あの、女の子がいなきゃ僕ダメなんですね。だから、うん、と女の子を常に好きになるっていうのが、えー、あります。だから、うんと、女の子を好きになるとか、身近な人を好きになると。普段の仕草とか見てて、えー、好きになる。 っていいううのは僕すすごい重要だと思うんですよ、うん、と例えば、えー、と僕ねあの仕事とかで、えー、仕事ができる子ってやっぱり女の子とかでも男でもやっぱりいるじゃないですかであこいつすごいなとかいろんな知識あってとかってねだけど例えばちょっと僕はあの古い人間なんですけどもちょっとしたことなんですよ、うん、と例えば、えー、仕事ができるのはすごいなとか当然思うね普段も綺麗にしててだけどそうじゃなくって、うん、とちょっとした気遣い こうテーブルの上を拭いてくれてたりとか、えー、ゴミ箱を片してくれてたりとかこういう箱のゴミをねあの僕が、えー、っと就職した時っていうのはまだ昭和の時代で、えー、結構いろいろ厳しい時代だったんですけれどもと僕はねあの朝やっぱ早く行ってそのみんな上司とかのこうゴミ箱があったらそのゴミ箱をどうやってどうやったら早く片付けられるか早く捨てられるかっていうのを まあ自分なりに僕なりになんですけれどもうんと効率よくどうやって早くやって着席できるかっていうのをねやっぱり考えたりしてたような人間なんですねうんとだからうんと僕は女の子とかそういうところをやっぱり見ちゃっててうんとねちょっとねあの自分のかみさんの話で恐縮なんですけれどもえっといつもうんとまあ食事とか行ってまあ僕がお金払うじゃないですかそうすると,うんと、まあ 今日、例えば日曜日とか土曜日とかこうデート行こうって言ってデート行って、えー、食事で外食で食べて僕がお金払うもうこれ当然ですよね、うん、あの割り勘っていうのは僕嫌いなので絶対僕が出すでそうするとうんと 彼女が不意に何をやってきたかっていうと、ちょっと前の動画でも言ったかもしれないですけど、職場の男とかにはね、散々言って聞かせてきてるのでね、あの、耳たぶでね、中良しそれ話聞きますの、話聞きました、勘弁してくださいとかって人いるんですけど、まあ、ここでもちょっともう一回録画しておきます。でね、あの、神さんが、えっと、デートに誘った時に、うんとね、今日、えー、お弁当作ってきた。だから、外でどこかで食べようっていうんですよ。 言われたんですね。ある日突然、日曜日とか土曜日とか、お昼お弁当が作ってきたから。僕ね、その時に、あ、この子と結婚しようって思いました。外食じゃなくて、あ、この人と、僕はこの人、この子と結婚しようって思いました。 まあとで聞いた話なんですけども結局まああのその時お彼女がやったのは、まあ、お金がも当然ねいつも出してもらってても,うも申し訳ないと思ってたっていうのが一つあるんですけどもあとで聞いたらそのお弁当はなんとお母さんが作ってたっていうオチがあるんですけど、ね、<laughs> まあお母さんが作ってくれてあのえー、持ってきてくれたとでえー、っとね僕ねあの自分のお袋の話とか、えー、っと芸能お母さんの話でちょっと恐縮なんですけども うちの服は料理を作るっていうよりも外でで汗を流すすタイプなんですよだから、うん、とすごい料理がやっぱり下手でそういう状況の中で僕育ってきててかみさんのお母さんがすんごい料理上手なんですね。であのお店構えられるんじゃないですかっていうぐらいに料理がすごい上手な方で、うん、と僕はねかみさんの家に行ってこう食事とかご飯でごちそうな。 すごいおいしくてもうほんとね感動しましただからまあそういったことがあったとなので普段こう一緒にいてあこの人優しいなとかって思える人とか思う人っていると思うんですよねあの外視とかそうい外見とかそういったものじゃなくてちょっとした仕草とかちょっとしたこととか目に入ってきた視界に入ってきたこととかの中で やっぱりそういうういこととがあると思うんですよだからあなたが気づかないだけで「あこの人ってこういう面があるんだ」っていうふうにいいところがあったり悪いところがあったりするそういうのをやっぱりこうよく見てえっ、ー、とね人を好きになるってことをね僕はね学んでほしいかっこいいとかかっこ悪いとかっていうのはちょっとねやっぱりね二の次なんじゃないかなと僕は思うんですねかっこいいかっこ悪いっていうのはなんで二の次になっちゃうかっていうと えー、そこには「優しさ」っていう言葉がないから「思いやり」っていう言葉ね本当はやっぱり生きていく上で何が大切かっていうと思いやりとか優しさっていうのがやっぱり絶対大切になってくるからとそこがやっぱり重要になってくるだからあんまり外資とか関係ないちなみにうちのかみさんの話によると、うんえー、うちのかみさんはうと高校時代、えー、JK ですね 高校時代は身長1 7 0ンチ以上じゃないと絶対嫌だとかって言ってたらしいんですけどもちなみに僕は身長1 6 4ンチなので、えー、そういうことはありませんで、えっと、背の低い男に前の動画で言ったかもしれないですけど身長ってね女の子ねあんま関係ない僕の結論から言うと僕身長1 6 4ンチで僕と身長が、えっと、小説でも書きましたけどもいろんな女の子で会ってきましたけども 僕が一晩過ごしててきた女の子っているじゃないですか彼女たちはみんな僕よりも僕が身長1 6 4センチで僕よりも僕と同じからそれ以上の身長でした全員だからいい女の子優しい女の子とか綺麗な可愛い女の子って身長を気にする子っていないから大丈夫男の子ねそこにこだわってるのってちょっとねまだ子供だなと思う うん、だから、えっと、あんまり身長とかも全くこう気にしなくていいいと思います、はいね、気にする人は、ね、気にするんでね構わないと思いますけどもただそれはそれでねどうなのかなって僕はちょっと思いますけどね。はい、で、えっと、やっぱりそのね誰かを不意になることの大切ささっき言ったみたいに普段何気ないしぐさの中に思いやれることをしてる人がいるのでやっぱりねそこは、ね、大事なんじゃないかなと思って。 であと、えー、っとその過去とか、えー、昔何やってたかたとかさあと、えー、今何をしているかとかうん将来この人はどういう,うに出世していくだろうかとかそんなことを考えてたら結婚をやめた方がいい、うん、自分のことだけを思って自分だけを大切に自分のためだけに生きて死んでいってほしい。 あの過去や現在とか未来にとらわれて物事を考えられるようで考えなければいけないんじゃないかとかって思うんだったら自分一人であの孤独に生きていった方がいい僕はそれでいいんじゃないかなと思うあの冷たいように感じるかもしれないけどもそれ以外ないから、うん、と過去とか現在とか、うん、未来にとらわれて相手のね、えー、過去今将来のことにとら、うん、われないで 一緒にそれぞれのことを、過去も現在も未来も、すべてをひっくるめて、二人で乗り越えられるようになる気持ちを、強い気持ちを持つことが結婚だから。だから、彼に何があろうと、彼女に何があろうと、すべてを認めて、えー、認めて、それで、えー、乗り越える。許す。認め合って許し合う。 こことの大切さっていいうのをそででも学んでほしいだからうんと何か問題が起こったとしても二人で乗り越えられる強さっていうのを身につけないとことあるごとに問題が起こったらすぐ別れちゃう。えー、ねあの浮気とか、えー、借金とか、えー、過去に何かあったとかそういったことっていうのは、まあ、未来とか特にそうなんですけども。 何か問題が一つ起こったら、じゃあもう嫌い。もうあっち、あなたが嫌い。また二つ目の問題が起きたら、じゃあもうあなた嫌い。別れる。これではね、全然ね、誰とどう結婚してもあのうまくいくわけないですよ。なんでかっていうと、人間っていうのは完璧な人はいないから。完璧な人間はいないからですね。で、あと、将来にとらわれるっていう話で、よくあの、 みんな、僕はあの堀右衛門さんとか幸宏さん、うん宏行さんとか、とかと前澤さん、まあ、お金持ちとか、成功している方とかっていっぱいいらっしゃるんですけど、僕ね、すごい好きなんですよ。ああいうふうな、なんだ、アグレッシブっていうんですかね、言葉遣づかいがちょっとよくわかんないんですけど、こう攻撃的で前向きな人たちって、僕ね、すごいなと思ってるし、自分が持ってない頭のよさもあるし、えー、心の強さも持ってる人たち。 ただ彼らですごい僕一つだけねちょっとね残念だなって前も同画で言ったかもしれないですけど残念だなと思うのがうんと女性に対してちょっとね今ですね敬意を払ってないんじゃないかなと思う何がどうあったかっていうのはねあんまりちょっと分からないし触れたくないんですけどもいずれにしても何がどうあったか分かんないんですがちょっとねうんと女性に対して存在なんじゃないかなって僕思うんですよねまあひろゆきさんはちょっと別ですけどね うん、なのでお金がすべて幸イコール幸せになるかっていうと僕は違うと思う例えば、うん、今回の DAIGO さんの話が一番いい例なんですけれどもあのあで,で発覚したあの坂上忍さんのニュース番組にやったんでしたっけなんか YouTube ですごい何億も稼いで年収何十億とか何かあって稼いでるっていう話が聞いて僕思ったんですよね。 お金がどんなに、ね、やっぱり恵まれてても何か心が満たされてない。何か心が欠けてる。人として何かが欠けてる。大切なことが何かが欠けてるっていうことが、それではね、僕ね、どうなのかなと思う,思うんですよね、そういうのね。だから、例えば、うんと、年収1億稼ぎました。5000万円、あの、税金で持って帰っちゃいました。有効に使ってくださいね。それでいいじゃないですか。 例えばティム・クックも875億円もらったとかって言ってましたけど彼アップルで100兆円も稼いでるらしいんですよねだからそのぐらいはまあ僕はもらってもいいんじゃないかなとで亡くなった時に全財産寄付しますよとかってやればいいじゃないですか今何がどうあってあの維持するのにもね彼の安全はやっぱりあの保障しなきゃいけませんから維持管理とか、うん、と安全を考えるとやっぱりあんまりねあのそこら中に寄付っていうのはわけにも難しいかもしれないので それは僕はね非難しないですよ何がどうなってるかわかんないですけど、うん、ただやっぱり、うん、お金その875億円あったら当然ね見えないところでね400億円ぐらいひょっとしたら寄付してるかもしれないそれは誰にもわからないことだってねこの前プリンスのお話し,しましたけどもだからそこをねやっぱりねあ,のあんまりつついてはいけないんじゃないかなと思う ね、あのこの前、トヨタの社長は僕、避難しましたけども、あれはトヨタの社長が自ら自白してね、僕は、ね、自分の会社に50億出しましたって自分から言ったからね、ちょっと突っ込んだだけであってね、あの別にね、それはそれでいいんじゃないかまと思いますよ。ただね、自白するっていうのはどうかと思いますけどね、それはね、はい、ただねあの、そういう新しい方面に頑張りますよってこと言えばいいだけだった話のことだったって。はい であと、やっぱりその未来を最後に書きましたけども未来を信じることの大切さっていうのが僕重要だと思うんですねうんと2人をこれから困難を待ち受けるわけですよ結婚した場合例えば眞子さまが結婚したら、えー、彼が上書きをするかもしれない、ね、で他の女性とねあ熱いデートをしてしまうかもしれない 今日ニュースでケイティ・ベリーさん出てましたけど、オーランド・ブルームっていう、ね、女たる人結婚してたっていうのを僕、共通したんですけど、えー、まあ彼、かっこいいのでね、えー、とケイティ・ベリーさんみたいな人とデートしちゃうかもしれない。それでも、眞子さまは彼を信じると。ね、で、ひ、え、ょ、ー、っとしたら、えー、彼が大借金を抱えてしまうかもしれない。でも、二人でそれは乗り越える。 どんなに貧しい食べ物を食べてても、やっぱり二人で乗り越えていく。ね、眞子さまが、いや、えー、その、うんだだけ、えー、結婚する人が、えー、重い病気になってしまうかもしれない。でも、それは二人で乗り越える。ね。だから、二人でやっぱり乗り越えてって、 乗り越えることが大事なのに、乗り越えないで、はい、さようならっていうのは、それはないんじゃないのって、人としてね。まさかと思いますけども、そんな人間が人事とかやってないですよねって話なんですよ。<laughs> 俺に言わせるとね。こんなクズがね。人事にね、関わってたらね、えー、その会社ね、もう右も左もありませんよ。崖に向かって真っ逆さまですよ。ある日ね、突然崖から落っこってる。 そういう展開になるはずです。待ち受けているのはね。なので、やっぱりね、相手を信じることっていうのがね、僕は大事なんじゃないかなと思います。だから、マコ様が結婚したいってこれだけ言ってるんだからね、確かにね、恋は盲目ですよ。でも、よく思い出してほしいんですよ。こういったプリンセスで育ってきた人が、えー、彼のような女たらしに見える、まあ、男の僕から見ても、ちょっとまあ、あ、女遊びもしてるなとは僕は思う。だけども、 うとそれはもうそれで過去の話じゃないですか、ね。不幸になっちゃうかもしれないけども。だけどうと、やっぱりね、不幸になるか幸せになるかっていうのは未来は誰にもわからないんだからさ、それをさ、税金がどうのこうのとか言ってさ、非難するのって僕は絶対反対そうなのねむしろ、温かく見守ってね、やっぱりここは、えー、っと嫁がせてあげる。 成功しようが失敗しようがね失敗したら帰ってくればいいじゃないですか一般人としてね、まあ、どうなるか分かんないですけどもそんな失敗するか成功するかも何も分からないのに税金がどうのこうなんとかね儀式がどうのこうなんとかねこんなことねあっちこっちからね、今特にインターネットっていう時代でね あっちこっちから意見聞いたらね、これね、眞子さまね、誰とどういうふうに結婚しようってね、もう大きなお世話ですよ、ほんとね。あと、佳子さまもいらっしゃるじゃないですか。佳子さまはね、誰と付き合ってるかって、絶対言わないとかって言ってるのね、気持ちわかりますよ、こんなね、総攻撃食らってね。まっあ,ある日突然もう結婚してからね、自後報告ですよ、佳子さまはね。僕がね、佳子さまだったらね、絶対自後報告。もう。 絶対いいよね。もう結婚しましたみたいな。うん、後あとで報告でいいと思いますよ、カコさん。うんあ。僕の話よく聞いてくださいね、カコさんね。メール待ってます。マク様とカさ様は僕はね、ファンなんでね。二人ともね、すごい綺麗で可愛いと思います。いい子に育ってよかったですよ、ほね、おめでとうございます。じゃあ、そんな感じです、えー。ちょっとね、いつかね、僕の話したいなと思ってました。あの、とにかくね、えっと、結婚がどうのこうのっていうよりも、恋愛することに、 ためらうことはダメですよ。恋愛することにためらってはダメです。好きな人がいたら告白する。これが全てです。ここから全てが始まっていく。告白して大好きな男の子がいる。大好きな女の子がいる。そしたら、その思いを今、この瞬間告げる。これがだ一番大事。ね。 あのスティーブン・スピルバーグが、まあ、あの携わった映画で最近あった「あのレディー・プレイヤー・ワン」っていうあの今風の子供たちに向けて作った映画だと思うんですけども「レディー・プレイヤー・ワン」ってあのちょっと一応あのちょっと、ね、僕なんかの時代にしてみると退屈なんですけどもでもかあのゲームですごい成功した、えー、こう大成功してお金持ちの、えー、プログラマーの男の人がこう仕掛けるんですけれどもで。彼が最後、えー 何,か何が大事かっていうと、えー、大好きなことに、人にね、ね、えー、思いを告げること。それをしなかったことが、唯一の後悔だって彼が言うんですよ、最後に。これがね、全てだと思う。ぜひその、レディープレイヤーワンっていう映画を見てね、えー、今の子たち、ゲームが好きな子たちは、えー、今、あなたが好きな人がいたり、えー、いたら、必ず告白すること。 これを大切なことだと思ってください。失敗しては笑われる、えー、とか、そういうことは考えない。振られたりすること、を怖さなんて考えない。振られたっていいじゃん、別に。それが経験だよ。ね。だから、えー、未来を信じて、今を生きる。頑張ってください。まあ、こさま、えー、かこさま、えー、応援してますからね。えー、頑張ってください。